スノーキーの FX 医学攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では、トラッキングトレードの戦略と検証動画シリーズの、第29弾です。はい。約5ヶ月弱ぐらい経ちましたかね。で、今回は戦略の変更はありません。まあ、なので、口座残高とかそういったものをご覧いただきます。そして動画の最後の方に告知があります。ということで、現在稼働中の戦略は3つです。まず、米ドル円の買いですよね。ポジション間隔は 19.8 ということで、まあ、約20ピップス。そして、想定変動幅は、1050ピップスなので、反対方向に10円50銭動いても大丈夫ということで、まあ、まだ今は余裕があります。はい。で、先週どう動いたかというと、上昇した後、下落なんですよね。まあ、全然、損切り開始ラインまで遠いんで、まあ、このあたりで揉み合ってくれる分には、いいかなと。まあ、ただ動きが欲しいなとは思います。まあ、来週ちょっとね、指標があまり重要なものがないんで、そのあたりでどうかなというふうに見ています。で、続きまして、5ドル円ですね。5ドル円の、買い、ポジション間隔は 17.9、そして、想定変動幅が700ということで7円なんですけども、これね、やっぱ800ぐらいにはしたいんですよね。まあ、ただそれ、今、含み損ある状態なので、なかなか動かせないというところなんですけども、あとですね、ルーピング弾は、ここ、5ドル円っていうのは、一番狭いポジション間隔で、20なんですよ。で、17.9 と20だと、まあ、2.1 ピップス、ね、2.1 銭違うんですけども、この 2.1 銭って結構ね、違うんですよ。はい。注文が成立する回数に結構差が出てくるので、まあそういった意味で、これから先、まあ5ドル円で運用するときっていうのは、このぐらいの数値でやると思います。はい。で、先週どう動いたかと言いますと、まあ美味しい動きっていうのは本当にこれ先週5ドル円に関しては言えますね。どういうことかっていうと、下髭が長い、はい、こんなロウソク足だったりとか、ここですね。上下に長い髭が出ていたりとか、あとここも下髭長いんで、下髭が長いっていうことは一旦下がって上がってるので、一旦下がったところで新規ポジションを持って上がってるので決済してるということなんですよね。で、まあ、選手の稼ぎ頭は5ドル円だったっていうことなんですよ。で、続きまして、ニュージーランドドル円ですね。はい、こちらも5ドル円より少し狭いポジション間隔にしています。17.5。まあ、なので、やっぱりね、これもこのあたり17ぐらい、次もし、ポジション組み替えるときにですね、今ここもね、想定変動幅700なんですけども、これもやっぱりね、まあもう1円分800ぐらいにしたいなと思っています。はい。で、先週どう動いたかと言いますと、上昇した後に、下落ですよね。で、これは美味しくないんですよ。なぜかっていうと、ここは一気に下がってるんで、ただ新規ポジションダダダって持っただけで、揉み合いに、まあ、多少揉み合ったかな。なので、あんまりこういう足は、リピート系 FX 的に美味しくない。で、今回の約定履歴の一部なんですけども、そうですね、あんまり、どうこうっていう部分ないんですけども、やっぱこうやって眺めてみると、5ドル円が多いかなっていうふうに感じますね。やや多いぐらいですね、でも。はい。で、現在の口座残高なんですけども、こんな感じです。実現損益がトータルで、23万円超えということで、まあやっぱこれもちょっと気持ち的にね、80万円次、行って、そして100万円、50万円サトル倍ですね、目指していきたいところで、まあ、前回から、口座残高自体は1万ちょっと増えていて、そして含み損が、これぐらい減っているので、まあ約2万円ぐらい増加したっていうことですよね。はい。まあちょっと今の為替の動き見ていると、来週は含み損が、増えそうな気もするんですけども、どうでしょうかというところで、この後は告知です。トラッキングトレードが利用できます。FX ブロードネットさんとスノーキーのブログ限定タイアップキャンペーンというのを開催しています。タイアップ専用バナーからの新規口座開設と3万円以上の入金、つまり FX 取引はしなくってもですね、特典、図書カードが、もらえます。はい。ブロードコースの方で開設すると3000円、ブロードライトコースだと1000円ということでですね、これ、両取りはできないので、まあ3000円欲しいよっていう方はブロードコースまで申し込んでおいて、ブロードライトコースを追加で後で申し込むということもできます。はい。この動画の解説欄に、その詳細がわかる、URL を貼っておきます。そちらからオンラインでの講座解説の申し込みが可能となっております。ということで、今回の動画ではトラッキングトレードに関するお話でしたけれども、これ以外にも、
FX 投資に関するいろいろな情報を配信していきたいと思います。そして、ブログの方でもね、動画とはまた違ったコンテンツ、あるいは、動画プラスアルファですね、今回のチャートとか、口座残高とかを、またブログの方にも、公開とかもしているので、よければ、そちらもスマートフォン、タブレット、パソコンのお気に入り、ブックマークに追加をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。